今回は Vlog でよく使われるカメラレコーディングエフェクトの作り方を紹介します。飯テロのような動画ですが、これはとあるところで食べたローストビーフとローストポークです。とても美味しかったです。今回ソニーの Vlog カメラ ZV-1 で撮ったのですが、初めてうまくログ撮影ができました。少し色も調整していますが、いかがでしょうか。ログ撮影の映像を簡単にノーマライズ、カラー補正ですね、する方法がありますので、需要がありそうでしたら動画作ってみたいと思います。ぜひコメントいただければと思います。話を戻しまして、実はこのカメラレコーディングエフェクトはダビンチリゾーブの表示エフェクトに入っています。ただ今回はエフェクトを適用するだけでは面白くないので、録画のマークを点滅させて少し凝った演奏をしたいと思います。その後ビデオ映像っぽくなるようなエフェクトを2つ追加していきますので、ぜひ最後までご覧ください。まず素材動画をタイムラインに配置して準備してください。動画は何でも大丈夫です。お持ちのクリップをタイムラインに配置してください。今回は ZV-1 の動画のフレームレートになってますが、 29.97 になっています。こちらはお持ちの動画のフレームレートに合わせていただいて大丈夫です。30フレームでも大丈夫です。はい、今こちらタイムラインに動画が配置されています。こちらログ撮影なので、カラー補正とカラー調整少し入れています。この動画に対しまして、ビデオレコーディングエフェクトを追加していきます。そうしましたら、この素材クリップの上に調整クリップを配置してください。エフェクトライバーを開いていただいて、もしエフェクトライバーを開いてない場合には、このエフェクトのボタンを押して表示させてください。で、エフェクトのところで一番上のところですね、エフェクトの中に調整クリップというのがありますので、これをドラッグ&ドロップで素材動画の上に配置してください。で、長さを調整してください。で、調整クリップというのは、この配置した下のトラックですねにある全ての映像に対してエフェクトを適用できる便利なクリップになっています。今一つのクリップしかありませんが、複数のクリップにまたがっても適用できるという、すごい便利なクリップになっています。調整クリップの使い方については別で動画アップしてますので、使ってみたいという人は説明欄にリンク貼っておきますので、ぜひそちらをご覧ください。では続いてビデオカメラエフェクトを適用していきます。同様にエフェクトのところですね、この下の方行きますと、ビデオカメラというエフェクトがあります。これをドラッグ&ドロップでこの調整クリップに適用してください。はい、そうしますと、もうすでにこの状態でビデオカメラエフェクトが適用されています。このままでもいいんですけども、少しこちらカスタマイズして使っていきたいと思います。ではこの調整クリップ選択していただいて、インスペクターを開いてください。こちらですね、もし表示されてない場合にはインスペクターのボタンを押して表示させてください。そして今ビデオが表示されていると思うんですけども、こちらのエフェクトを押してエフェクトを表示させてください。そうしますと、先ほど追加したビデオカメラのエフェクトのパラメーターが出てきます。で、まず一つ目がこのバッテリーのところですね。今このフル充電している状態の表示になってますけども、これを値をマイナスの方に持っていきますと、このようにバッテリーの残量を変えることができます。マイナスの値ですね、これお好みで好きな値に変更してください。続きまして、このレコーディングのマークですね、この赤い丸のところ、これを点滅するアニメーションを入れていきたいと思います。使うパラメータはこのレックライトっていうところですね、これを使って編集を行っていきます。これ実際値変えてもらうと、このように表示されたり消えたりすると、こういったパラメータになっています。これを自動で点滅するように設定を行っていきます。その方法ですけども、このレックライトのところ右クリックしていただいて、この中にエクスプレッションっていうのがあります。そうしますと、このような数式を入れられるボックスが出てきます。このエクスプレッションを適用しますと、好きな数式を入れて値を変化させることができます。こちらにこの数式を入れてください。で、これで再生してみてください。はい、そうしますと、このように
点滅するアニメーションが入ります。で、まあ、この数式簡単に説明しておきますと、こちらはコサイン使ってますけども、余弦波の周期関数でマイナス1から1の値を取ります。ですので、それ一旦2分の1にして、マイナス 0.5 から1にしまして、で、さらに1を足すことで 0.5 から 1.5 の範囲に変換します。フロアというのは小数点以下を切り捨てるという関数になってまして、そうすることで0から1の間を周期的に行き来する、そういった数式になっています。はい、では続いてここからもう少しビデオカメラっぽいエフェクトを入れていきたいと思います。今度はこちらの OpenFX のところを開いてください。で、この下の方へ行きますと操作線というエフェクトがあります。こちらドラッグ&ドロップでこの調整クリップのところに適用を行います。はい、そうしますとこのように操作線のエフェクトが入ります。ただちょっとこれ操作線が荒いので細かく調整をしたいと思います。で、調整クリップを選択していただいて、インスペクターを開いてください。再びエフェクトを選択していただいて、で、今度はこちら OpenFX のタブを選択してください。そうしますと、追加した操作線のパラメータが出てきます。で、ここでいじる値は、この操作線の数ですね。これを調整してください。これを大きくしていくと、細かくなっていきます。まあ、これはお好みで好きな値に変えていただければと思います。まあ、だいたい10ぐらいがいいかなと思います。で、ちょっと見ていただくと、この操作線、少し色が濃いかなと思う場合もあるかと思います。まあ、このままでもいいんですけども、もし気になる場合には、この下の全体のブレンドですね。これを展開していただいて、このブレンドの値を少し下げていただくと、その濃さを調整することができます。ではちょっと再生してみましょう。はい、こんな感じで、まあ、ビデオカメラっぽいエフェクトになったかと思います。で、最後に、まあ、これもお好みなんですけども、まあ、少しレトロなビデオカメラの雰囲気を出していきたいと思います。まあ、それも非常に簡単で、再び OpenFX のところで下の方に来まして、そうしますと、フィルムダメージというのがあります。これを調整クリップに適用してください。そうしますと、このようにレトロな感じの雰囲気を出すことができます。で、これもパラメータ調整ができます。再びこのエフェクトのオープンエフェクトのところですね。この下の方に来ますと、フィルムダメージというのがあります。で、これを押すと、このようにパラメータが展開されます。で、ミレットっていうのは周りのこの暗くする、まあ、そういった効果になります。で、ダートっていうのが、この中で、ま、黒い点ですね。フィルム上にあるゴミを表現する、まあ、そういったエフェクトになります。まあ、そのゴミがいくつあるかとか、まあ、そういった密度を指定したりとか、まあ、ぼかしを入れたりとか、まあ、そういった調整ができます。まあ、ちょっと増やしてみましょうか。密度を増やすと、まあ、このように点がたくさん出てくると思います。で、そしてスクラッチのところですけども、スクラッチっていうのはフィルムにライン状の傷がついてる、まあそういったのを表現するエフェクトになります。はい、これですね。この縦にこう入ってる線ですね。で、これも調整が可能です。まあ例えば、この線の幅を変えたりとか、まあそういったこともできます。で、下のスクラッチの追加ってやっていくと、本数も増やしていくことも可能です。はい、以上で完成です。最後に完成動画を見て終わりたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ、このようにダビンチリゾーブには標準でも、まあ、結構使えるエフェクトっていうのが搭載されています。今後もこういった標準搭載されているエフェクトの使い方も紹介していきたいと思いますので、まあ、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではご視聴の方ありがとうございました。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。